ソワラは1799年に出版された。ゲーテが1771年にシュトラスブルクに滞在していた時に書かれたもので、EN フリーダリカ・ブライオンという女性に恋をし、その女性に送られたものである。ソワイン・ノブ・アイン・レース・ライン主定音で始まる。この詩は傑作と評価されており、以下をはじめとした多くの作曲家によって、この詩に曲が付けられている。 日本においては特にシューベルトとベルナーの作品に近藤作風によって日本語の訳詞が付けられたものが音楽教科書を通して広く人々に知られている。ハイデン・レースライン近藤作風は2種類の訳詞を発表している。シューベルトのノバラの実筆譜魔王と並びシューベルトの初期の傑作とされる。リート形式の見本と言うべき簡単な曲奏に ゲーテによる原始の持つ繊細な世界が昇華されている。徒長長。4分の2秒子。ピアノ伴奏は単純で、手話音を右手と左手とで交互にそうするだけである。主張学説マイナス属長学説、マイナス属長平行長学説主張という、簡単平易な小曲の中に、厳しい自然の中の可憐な花を歌い上げている。シューベルト作曲の、ノバラは、 日本でも広く親しまれ、メロディがアレンジされて、学校などのチャイムや鉄道駅での発車メロディなどとして、使用されることも多い。鉄道での発車メロディとしては、東日本旅客鉄道で使用されていたほか、2011年までは、京王電鉄の下り線でも接近メロディとして、使用されていたが、いずれも、放送機器の更新に伴い消滅している。編曲を手掛けたのはエラク電機である。 また、学校のチャイムとしては、立正大学などで使用されている。ハインリッヒベルナー作曲の、ノバラも、日本で広く親しまれ、メロディがアレンジされて、地方自治体の防災行政無線のチャイムや、企業の事業所等での修行、就業時におけるチャイムなどとしても使われている。ありがとうございます。